最高です。こんないい気持ちで永井松間公園音楽とダンスを楽しめるのは久々。ビッグダンス、ビッグダンス、ハッ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 。さあ9年目を迎えました。このトップフロアボリューム9、キッズ部門から早速結果発表の方いきたいと思います。いきましょう。キッズ部門第3位の発表です。スーパージャックモンキーズ、おめでとうございます。エントリーナンバー7番目、スーパージャックモンキーズ、拍手。さあ呼ばれたチームがこのステージに来ました。皆様鳴りやまない大きな拍手お願いします。おめでとう。キッズ部門準優勝チームは静香さんより発表です。はい、準優勝はユーピース。ユーピース、おめでとう、拍手。さあこちらが上がってるかな。はい、皆様鳴り止まない拍手を。分かる、通れる、見える。さあ皆さん鳴り止まない拍手を、はい、機材の裏から通っていってもらいました。じゃあここに一列並んでください。さあジャッジ審査をしていただいた静香さんの方より優勝、準優勝証明する、そんなプレート。それでは一番大きなドゥルドゥルを一緒にドゥルドゥルやってほしいと思います。ドゥルドゥルやってもらいたいと思います。発表しましょう。トップロア2017キッズ部門チャンピオンチームはチルド。うわー、すごい、すごいぞ、おー、すごいぞ、おー、取っていく、おー、なんだかすごい、めちゃくちゃ喜んでます。皆さん拍手で叩いてあげてください。やります。さあじゃあ友和さんの方よりですね、こちらチャンピオンを証明するレコード、かっこいいやつ、おめでとう、拍手を。美しい涙が流れております。そして賞金ダンスで稼いじゃいました、おめでとう、拍手を。あ、ではね、横一列並んでもらいまして、じゃあさ、私たちのダンスで勝ち取ったぞっ、ねえ、はい、もうみんな嬉しいな、嬉しいな。あ、一回深呼吸しようか。はい、吸って、はい、吐いて、それで、もうみんながね、叩いてくれてますね。え、じゃあ今の素直なお気持ち聞かせてください。最後にね、みんなでね、こうかっこよくね、踊れたぞってね、しっかりみんなに見てもらおうよ、ね、しっかりみんな見てもらって、写真とかどんどん撮ってくださいよ。チャンピオンチーム、決まりました。チルドリアルに大きな拍手をもう一度。非常時代になりました。今回に限り、なんとジュニア部門第3位がございません。人間ってええって言うんですね、やっぱりね、これでビックリしたと来てね、ほんとね、なんだよな、びっくりだね、どこ行っちゃったみたいな、どこ行っちゃったの、探しに行かないとね。さあ、どういうことなんでしょうか。では、
ュニア部門どういうことか、なんと準優勝チームが2チームあります。また後々説明の方はさせてもらいたいと思いますが、そんな準優勝チーム2チームを1チームずつ発表してもらってもいいですかね。チームずつですね。じゃあまずはガンさんの方からね、その1チーム目発表したいと思います。ドゥルドゥルよろしくね。いきましょう。2チームあります。その1チーム目、準優勝チーム、このジュニア部門準優勝に輝いたチームはブラックサンダー。ブラックサンダーエントリーナンバー10番目ブラックサンダーに拍手よろしく。そして鳴り止まない拍手をお願いしたいと思います。拍手のシャワーを浴びせてあげてください。さあ来たかな、こっちから来るかな、こっちだと思うぞ。押してあげてね。拍手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 、気持ちよく来ます。さあ思い出したかな、3人組おなかチーム。さあそれではジャッジしていただいたガンさんの方より、こちら準優勝を証明するレコードの目録、そしてクオカードも贈呈でございます。おめでとうございます。拍手、皆さん大きな拍手を。はい、じゃあ横に一列並んでいただきまして、さあ、これはね、準優勝という形になります。準優勝になります。今のお気持ちを聞かせてください。お、自分たちの踊り悔いなし、かっこいいね。やっぱそれがね、一つの結果につながったかなと思いますんでね。さあそれではみんなにね、見せていただいてね、よかったら写真とかどんどんせっかくなんで撮ってあげてください。自分たちのダンスでもぎ取った悔いなしのダンスで準優勝、ラックサンダーにもう一度拍手お願いします。それではもう一チームの準優勝チームは、花カノン、エントリーナンバー9番花カノン、おめでとう、拍手を。そしてどこにいるかな、どこにいるかな、ちょっと暗くて全然見えない、全然見えない、いる、いた、こっちから来る、気をつけてね、機材の後ろ。あ、皆さんは拍手を。お、さあその衣装を見るとまたね、思い出すんじゃないかなと思います。それではその準優勝を証明するレコードのプレートとクオカードの贈呈でございます。さあもうちょっと前に行きましょうか。中野、こう今のお気持ちを聞かせてください。すごい楽しく踊れて、結果発表めっちゃドキドキしてたんですけど、優勝できてよかったです。ありがとうございました。はいね、頑張りました。2人なんでね、もう一人も聞いておきましょうか。どうでしょうか今の気持ちを。優勝ね、こうね、こう普通ね、3、2、1と行くんですけども、3位チームなく準優勝というね結果になりましたけど、でもね、素晴らしいクオリティの高いダンスを見せてもらいました。ということで堂々たる準優勝、写真もいっぱい撮ってあげてください。踊ってくれたのは9番目に踊ってくれました花カノンの2人が準優勝、おめでとう、拍手おめでとう。キキキキ、とっとっと。それでは最もでっかい拍手と足踏みで音を作ってほしいと思います。トップフロア2017ボリューム9ジュニア部門優勝チームは、ダブソラ。ラストエントリーで勝ち取りました、ダブソラ優勝。そんな優勝のレコード目録、そして優勝賞金でございます。拍手お願いします。さあでは、あ、優勝旗もありますね。優勝旗は、じゃあ桜井先生ちょっと重いかもしれませんが、優勝旗、ダンスで優勝旗ってね、これちょっとシャッターチャンスなんじゃないでしょうか。さあここにまたダブソラの名前が刻まれます。おめでとうございます。さあ新たなチャンピオンが生まれました。センター真ん中にどうぞ。今のお気持ち聞かせてください。とりあえず安心してるんですけど、
ちゃくちゃ寒い中ここまで待ってた甲斐がありました。あ、なくてよかったな。本当によかったですね。さあそしてどうでしょうか。めっちゃ嬉しいです。こう2人で、この作品で踊るのは結構何回かあったのかな。あ、この作品では初めて。ね、2人で立ち取った。エントリー順が一番ラスト、まあ、待つ時間も一番長かったわけですが、待ってる間は何を考えてたんでしょう。まあ、楽しく。これ人生だぞ、ら楽しくそう。楽しく、何をして楽しく過ごしてるんですか。これ人生ぞ。喋れちゃった。ちょっと来ない人います。そら、もっと声張れ。振りかくには振りかくにはしてます。その確認は別にいいんですけどね。それをしながら楽しく過ごしてる。あ、ちょっと俺に任せる。そうですね、結構お互い振りオーバーやそんな良くない方なので結構ギリギリ でこう外でも練習するわけにもいかないんで、カラオケに入り机をどかし防音の部屋で練習をしてました。意外にしっかりちゃんとやってんじゃん。何さらっとなんかこういやみたいなね。あ、やっぱりもう本番までちょっと集中するために。あ、そうかそうかね。カラオケボックスでと一曲も歌ってない。ちょっと歌えなかったです。歌えなかった。歌える心境ではなく歌ったんじゃん。ちなみにじゃあ俺は気になるね、何歌ったの。どんどん、え、なんだっけ、最新ランキングみたいな。何最新ランキング歌ってた。何かを教えてくれないんだね。そうか。でもそれがねまたね、いいね、二人のね、バイブスを生み出したんだと思いますけども。さあ、そして最後に踊って、最後に呼ばれる。一番ね、いい形でなりましたけども。何かね、自分たちが今回の作品に込めた思いみたいなものはありますか？二人とも個性が強いので、そんなにこう振りを揃えることは向いてない二人なので、とりあえず自分たちの色が染まれないように、自分たちがかっこいいと思ったことを、やっぱりこれ個性がありながら自分たちのかっこいいものを追求する、そして結果を勝利をつかみ取るというね、一つのねお見本みたいなね、かっこいい勝ち方だと思います。そんなダブスラ2人、もう一度拍手をお願いします。ダブスラ、そしてジルドリアル、ね、横に並んで、そしてこれねシャッターチャンスでございますね。これね1枚の写真にね優勝チームが両方映れる。もうこれはちょっとね、もうインスタ映えしちゃいますよ。これどんどん拡散してほしいと思います。ということでダブルワン2017チャンピオンはこの2チームに決定したということで、改めて大きな拍手をお願いしたいと思います。チャンピオンチームジルドリアル、そしてダブサラ、チャンピオンチームおめでとう、大きな拍手を。ありがとうございます。さあではこの2チームはキッズ、ジュニアという順番でもう一度ウィニングダンスが踊れますね。もう一回いいダンスを見せてください。フリー忘れてないよね。 OK OK、 思い出しておいて。カラオケ、ね、カラオケボックス来てる時間ないので、じゃあちょっと舞台袖に。トップロア2017ボリューム9キッズ部門チャンピオンチーム、ウィニングダンス、チルドリアル、拍手。
かっこいいぜ、もう一度でっか拍手よろしく。チルドリアルウィニングダンスでした。拍手紹介しましょう。ウィニングダンスジュニア部門覇者チャンピオンチームダブルソーラー、拍手。一緒にしたいなと思ってます。本当に寒い中最後までありがとうございます。また来年トップロは10回目のアニバーサリー、ぜひとも皆さんと一緒にお祝いしたいと思います。また来年会いましょう。ありがとうございます。そしてジャッジの皆さんにも拍手を非常に控えてます。今回のゲスト DJ のおばくんに拍手を。主催のトップロは実行委員全員スタッフ皆さんに拍手をお願いします。ボスでありますタークエストターキューさんに拍手。そしてたくさんのねお店の出店もありがとうございます。何よりは今日一日頑張れた自分に拍手。お父さんお母さんサポートありがとうございます。先生方もありがとうございます。トップフロア2017 9回目以上で終了です。ありがとうございました。司会はゆうじでした。